はいどうも、たべです。今回も観戦モードで戦うユースしばり監督キャリア続きやっていこう。さあ、1年目のシーズンも残りわずか、残りが8試合かな。で、現在が勝ち点70。前回最後に首位だったトランメアローバーズになんと1対0で勝利を収めまして、さらに上位の混戦が極まったという状況ですね。さあ、昇格はね絶対していきたいけど、やっぱり目標としては優勝を狙っていきたいんで、早めにまずは2位を捉えていきたい。で、まあ、残り8試合なんで、今回で、1年目のシーズン完結になります。さあ、ストックポートの運命はどうなるのか楽しみですね。そしてチームはこんな感じになっていまして、さあ、前回からユース選手が軒並みOBR1ぐらい伸びてくれた。ラモスがついに60代突入、ゴーメスも68と、いよいよ70代近くなってきたよ。さあ、でディフェンスラインのコルベットも1上がって、さあ、ジョーダンも上がったね。ジョーダンは前回ね、首位との一戦での決勝ゴール、あれは本当に見事だった。もう最近見る試合でジョーダンの活躍がえぐいんだよね。ちょっと前までね、この天才ゴメスばかりに注目がいってはいたが、もう最近は本当にジョーダンも目が離せなくなってきた。まあ、元々のポテンシャルは高い方ではないんで、どんどんね成長を重ねて伸びていってほしい選手ではあるんで、今シーズンもあと残り8試合でどこまで積み重ねてくれるのか、そこが大事よね。さあ、そして3月が、まあ、あと1試合だけなんで、ここはシミュレートで飛ばしていって、で、4月の頭のスカウトレポート、まずは見ていきましょう。さあ、こんな感じ。さあ、リーグ戦の方も勝利しまして、4月にやってきましたので、スカウトレポート見ていきましょう。だからベルギーのスカウトさんよ、お前サボりすぎだって。前回も4人しか見つけてこなかったんよ。おい、パチンコ行ってるだろ。で、しかもまた取れる選手はいない。いや、これベルギーが悪いんか、このスカウトが悪いのか、ちょっとこのままじゃ激渋だぞ。さあ、気を取り直してオランダもちょっと少ないが、取れる選手はいるね。今回のオランダ豊作、3人取っていきましょう。まず15歳のバッカー、契約していきましょう。そして16歳のデレーウ。デレーウは前もそういう名前のやついたよね。名前かぶりにはなるが、契約していきましょう。そして15歳ピーターズ。これ個人的に結構いいんじゃないかなと思います。 OBR の上限が高いんでね、結構期待できる。さあ、またユースアカデミーの整理をしてから契約していこうか。さあ、だいぶマジで底上げて生きてきている。で、この中だとこのロドリゲス、ちょっと他に劣るかなというところで放出していきましょう。さあ、もうね、底上げしまくってて、 OBR40 代いないからね、最初あんだけいたのにね。そしてラスト、ブラジル。さあ、1人獲得していこう。17歳マシャド。で、今度はまたマシャドを取るとなると、いや、もうこの辺からだいぶ選択が難しくなってくる。さあ、誰を削るか。さあ、このデニス、まあ悪い選手ではないが、もう18歳というところを考えるとね、ちょっと OBR 低いかなというところと、まあ、このままシーズン最後を迎えても18歳なんで、もうトップチームに上げるか放出するか2択を迫られることになりますんで、ちょっとまあ上げるレベルではないかなというところで、今回は放出していこう。さあ、そしてなんと今回首位との一戦を迎えていきます。相手はブラッドフォードシティ。前回は最後にその時首位だったトランメアローバーズと戦って、で、今回がブラッドフォードなんで、またしても首位と戦うのかという感じではあるんだけど、ここで勝てれば本当に大きいよ。で、逆にここで負けるようだと、ブラッドフォードを捉えるのは限りなく難しくなってくるっていうことは、多分前回もトランメアに対して言ってたよな。めちゃめちゃデジャブ感あったぞ。さあ、まあまあまあ、前回ね、トランメアをうのゼロで下したという自信がついてると思うんで、その勢いのままに今回も首位を撃破していきましょう。今回早速こちらをプレイしていこう。さあ、相手は523。は？ちょっと待って、やば、こいつやば、5連勝してますやん。いやー、しかもまあこれ最近5試合だから、下手したら6連勝7連勝とかしてる可能性もあるからね。マジで鬼強じゃないっすか。それは聞いてない。あー、確かシーズン序盤戦も1回戦ったんだよね。そん時は引き分けだったか。そう、カウンターが鋭いいいチームなんだ。マジで気をつけていかないといけない。さあ、で、選手スタッツがこんな感じで、まあ、トランミアみたいに飛び抜けたタレントっていうのはいなそうだね。ただやっぱ全体的な層の厚さはある感じ。前線はだっても8ゴール取ってるやつが3人いるからね。で、中盤も点が取れる。さあ、まあ、隙のない布陣っていうことか。対して我々はこんな感じ。さあ、まあ、前回からね、軒並み選手も1位伸びてくれたんで、またさらなる成長を見せてくれるはず。で、前回0に抑えて、ディフェンス陣もだいぶ自信がついたと思うんで、
とはいえほとんどキーパーのビッグセーブ、これが全てだったような気もするが、そんなことは気にするな。さあ前様ね、ジョーダン総連戦非常に調子がいいので何かやってくれることを期待していこう。キックオフ。さあまたしても首位との決戦。さあ総連戦いきなり奪う。早速良さを見せていく。さあそしてさあサイドバックが隙を見て上がっていく。中に折り返して、さあで忘れちゃいけない、というか忘れていた、上位との対決はねおそらくガンガン攻められることになると思うんで、サイドバックは攻撃時上がらないにしておこう。でこの総連戦の相方のこいつも今回は攻撃時に上がらないで中央をカバー、これにしていこうか。さあそうしてもこういう感じのディフェンスしちゃうのよね。さあソーンナイスカット。さあゴメス、さあ今日積極的に絡んでいるよゴメス。ここはキープして、さあジョーダンに出していくラモス。さあ積極的なんだよなこいつ、上がらないにしたよね。おっとこれは総連戦が運んでいく、そしてジョーダンが抜け出す、これはビッグチャンス決めた。またしてもジョーダンのゴール。いやしかも総連戦からジョーダンという、もう一番嬉しいやつ。いや総連戦うまかったねここ、もはやあうんの呼吸。いやシュートも冷静だった。1対0。さあ首位相手のこの先制弾でっかい。さああとはただ作られるであろう決定機をどうしのいでいくのか。カストロよく粘った。さあいいよ成長見えている。さあこういう展開弱いのよね。さあカストロ安定感出てきたんじゃないのカストロ。さあカストロ輝いてるぞカストロ。おっとこれは大丈夫か。さあ戻ってくれ、やばい空いている、行かれてしまった。これよブラッドフォードのカウンター、これがあるから多分周囲なんだろうな。1対1、仕掛けていくのかラモス。さあ折り返して、さあラモスいい位置、総連戦ジョーダン、さあ開いたぞ、素晴らしい。ジョーダンがすごい、マジでマジともに相手のサポートがっつり煽りに行く、この煽り方、これがジョーダン。いやーまたしても総連戦からのジョーダン、このホットラインね、いやーバチコリ煽ったね今、素晴らしい。いやしかもあんな子供の前で2対1。さあここで前半終了、後半キックオフ。いや早いうちに2点差にリードを広げておきたいね、ジョーダンならやってくれるはず。いやーこの辺は苦手だぞ。さあカットしてくれ、開いたな、開くんだよ。まあでもさっき相手も同じように相手だからね、本作はもうそういうものと捉えていくしかないかもしれんな。2対2、やっぱりただじゃ終わらせてくれんか、さすが首位だ。さあ総連戦いいよ、マジ総連戦の実力が能力に見合ってないよね。ここはカストロ、いやー奪われる、これはまずいって。さあいやーよく戻ったね、オッケーオッケー。いやーマジで勝つしかねえぞこの試合は。オッケーカストロ、いやーいいよカストロ、さっき奪われたのもあったけどトータルしてみたらだいぶ活躍してんな。さあジョーダン何か起こしてくれ、ゴメス耐えれるのか、いやー体をやばいって、マジかー、マジでああいうの耐えれな、やばいやばいやばい、時間もいい時間だぞ。2対3、いやーただまだ諦めてはいけない。さあどんどん前に推進力を持っていきたい、いいね待ってかわして、さあジョーダンから、いやーそこをラモスに落としてよかったな。さあゴメス、ソーンを使っていく、
さあよく上げたゴメス、ジョーダン決めていくジョーダンハットトリック、いやー止まんねえわ。いやいや喜んでる場合ちゃうぞ、あと1点あるって。ボール回収回収、いやでもよかったゴメスからのジョーダン。3対3、さあ勝ちに行かないと。やばいな、早めにボール奪いたい。押し込まれてからじゃボールが取れないんだ。耐えろ、オッケー、ここで試合終了。3対3の引き分け。いやーまあよく頑張ったよ、シュート4本で3点、これは素晴らしい。いやーとんでもなく強かったねブラッドフォード。さあ個人成績マンオブザマッチはジョーダン、なんと3ゴール、マジでエグかった。さあシュート4本ってことは、うちが打ったシュートは全部ジョーダンか。いやーとんでもないね。ただ年間の成績の積み上げっていうところを考えたら、この3ゴールはデカすぎる。さあゴメス1アシスト、ちょっと評価点は振るわないが、しっかりと結果を出してくれた。まあでももうちょっとできる選手っていうのは分かってるんでね、ゴメスちょっとここ最近元気ないのはどうなのかなっていう心配はあるけど。そしてソーレンセンも素晴らしい、 8.2 2アシスト。いやーやっぱりドリブル回数も多いし成功率も高い、でパス精度も 100% と、本当になんか火の打ち所がないよね。これで結構アシスト数もいったんじゃないか。さあ今回カストロ結構頑張ってたと思うけどね、意外とこんなもんか。あでもやっぱ守備のデュエルでの勝利が5と、結構やっぱいい活躍してくれてるね。さあ首位とは引き分けか、まあまあでも最低限の結果だよね。で、まあ、結構現実だと残りの試合数がね逆転可能な勝ち点の差とも言われているので、だから残り試合数6なんで、まあ、ギリなんとかまくれる可能性はまだ残されているかなといった状況だね。さあこっから6試合ただ全部プレイしていくわけにもいかないんで、まあじゃあ当然シミュレートでここまで多くの試合をこなしてきましたんで、まあ、そこを変える気はありません。いくら優勝がかかっていたとしてもね、何でも4月はシミュレートで全て終えちゃって、とりあえずまた5月のスカウトレポート、ここまで進めていこうか。さあ4月はこんな感じで終えました、チームは絶好調。さあそして残り2試合にして順位の方はどうなったのかと言いますと、なんと現在2位となっております。でなおかつブラッドフォード試合消化が1試合多いので、うちが次勝利できれば勝ち点的には並ぶと。でそうなった場合になんとね、うち得点数がリーグであまりにもズバ抜けてるんですよね、マジで攻撃のチーム。でまあ何が言いたいかというと、同じ勝ち点で並んだ場合得失点で完全にうちが上回れるんだよね。だからこれは現時点で優勝の可能性が高いのはうちなんじゃないかという状況になりました。頑張っていこうぜ。さあそれではスカウトレポート見ていこうか。まずはベルギー、やっぱり人数的にはちょっと少ないね。さあピーターズ契約していきたいが、ユースアカデミーの方はさあこの15歳バッカー、ちょっと加減値の方下がってきちゃって、上限も下がってきてるんで、でなおかつ OVR も低い、彼は一旦放出だね。でピーターズと契約していこう。お次はブラジル、今回ブラジルの獲得はなし、珍しいね。そしてオランダ、いやー今回オランダも獲得なしだね。さあそしてちょっとこのタイミングで、まあもうシーズン終わりになりますけど、キリもいいというところでユースの派遣期間ちょっとまだ残ってるんだけど、まあ今回あんまり振るわなかったなという感じがあるんで、一旦もうここは綺麗にリセットしようかなと思います。リセットして新たな国を開拓していこう。なんでもうスカウトは全員取り消しで、帰ってくるのを待ちます。さあそして帰国してきましたので新たな国に派遣していこう。ちょっと今回はね、信頼を置いてるブラジルから一旦離れてみようかな。で俺が次に信用していた国があって、それがこのポルトガルなんだよね。結構前作だといい選手が出てきた気がする。さあなんで6ヶ月で飛ばしていきましょう。さあでやっぱりね、ヨーロッパを攻めるのが基地だと思うんだよな。意外と今まで行ってなかった気がする。ドイツ行こうかな、ドイツに6ヶ月で、もう一枠でちょっと冒険したいなというところで、サウジ行っちゃう。まあ、逆サウジ縛りみたいなことやってるけども、まあ、今サウジアラビアはね、いろいろ外部からいい選手の流入があって、もうサウジ人の若手が結構活躍の機会を失ったりしてると思うんだよね。まあ、サウジリーグ一回も見たことないけど、だからまあここは救いの手を差し伸べていこうか。さあで日程の方はちょっと怖いが、もうこのノッツ戦はシミュレートして、とりあえずこの最終節の前まで進めていって、リーグがどんな状況か確認していこう。さあ最終節の前まで進めてきました。で順位がどうなっているのか。
さあなんとここに来て首位に立つことができました。いやーすごいね、この最終節前で初めて首位に立つっていうね、これは歴史的逆転劇あるよ。というわけで最終節勝てば自力優勝が決まります。引き分け負けだと相手の結果次第と。いやーもうこれは最終節勝つしかないでしょう。で最終節の相手は20位のクルー・アレクサンドラ、これはがぜん有利。ちなみにブラッドフォードの相手はねフォレスト・グリーンと、まあ9位でそこそこのチームなんでね、これはね追い風が吹いている。というわけで最終節プレイしていこうか。さあ試合前レポート、まあ安定の5バックだよね。で最近5試合の成績がすこぶる悪いね、これは勝たないといけない。さあ戦術的思考はスタンダード、そしてまあ飛び抜けた選手もいないかなという印象、これはいけるでしょう。さあそして今回メンバーはこんな感じ。ディフェンスライン着々と能力上がるね、いいよいいよ。さあでちょっと変化点としては、今までトップの位置あのマッテンというねつるっぱげのおっさんに任せていたんだが、ちょっともう年齢もあって劣化が始まってきてしまったので、もうそこは代わりにこのウートン、まあ、能力もこっちの方が高いんでなんで使ってなかったんだっていう話だけども、まあモブだからとしか言いようがないけど、まあでもこれからウートンを使っていこうと思うので、まあ、純粋にチーム力も上がると、もういいこと尽くしでございます。さあ優勝かかった大事な試合、チーム一丸で勝利をつかみ取っていこう。リーグ最終節キックオフ、ちょっとクロップさんカメラにかぶってますよ、これはかぶりすぎじゃない、さすがに。さあ安定のこのアングルでしょう。さあウートンいきなり削られる、あ生きてる生きてる生きてるよね、ちょ待っていきなり秒で怪我したかと思ったわ。ゴメスからさあウートンナイスゴール、早速決めていく、忙しいね削られたり決めたり、いやこれナイスゴール。これアシストがゴメスからのウートン、先制1対0。ゴメスさあうまいよ、ジョーダン、さあまたジョーダンのゴールあるのか、ゴメスからさあここは反転してジョーダン、ウートン上がっていったな、ゴメス粘って、さあカストロナイス、いや成長見れるわ、感じるよ。さあウータン、ジョーダン、ゴメス抜け出して、いや惜しい。さあウートン結構うまいな、さあゴメスからウートン打っていく、うまっウートンうまっ、正解こいつやん、いやそこ突き刺せんの。2対0、さあ優勝が近づいてきました。いやもうね時間が減るごとにどんどん優勝が近づいてくる、あとは守備ね課題の。総連戦からジョーダン、ウートン、さあ総連戦いいよ、さあジョーダンからラモス、何そのショロショロシュート、お前パスより弱えぞこれ。いやーただゲーム展開的に圧倒してるね、やっぱり最近トランミアとかブラッドフォードとかとばっかり戦ってたんで、あいつらやっぱ強かったんだね、普通に下位相手なら圧倒できるわ。いやー相手なちょっといかれる、いやー1点差は分からんな。2対1、ソーレンセンからウートン、さあジョーダンに出せるか、ウートン、おっとこれは PK でしょう、怪我してないよねウートン、おっとレッドカード、いいねいいね、これ得点ラッシュ行こうぜ。さあ PK、 キッカーはウートン、変えとけばよかった、 OK ナイスゴール、ハットトリックウートン。そしてここで前半終了、後半キックオフ、さあ相手は1人少ない、畳みかけていこうぜ。さあ相手のディフェンスラインは統率されてんな、ウートン、ちょっと待った待った、レベチすぎる、おいおいおい、お前は脇役じゃなきゃいけないんだ、目立ちすぎだウートン。いや待ってん、何だったんってなっちゃうよねこれ、待ってんが一番かわいそう。さあ4対1、さあこれはチャンスよ、ジョーダン前向いて打っていくが、ラモス
さあジョーダンがフリー、ここはウートンじゃなくジョーダンを使っていきたいが、さあゴメス、もう一回ゴメス、さあうまいね、かわしていく、いやうまゴメス、ああいうとこあるからね。ジョーダン、ラモス、さあボホールの今受け方うまかった、ラモスが切り返す、そしてゴメス、さあここ頼むよ、いやーフリーだ、危な、ゴメス、ウートン打っていく、さあここオッケーソン、スーパーディフェンス、ここで試合終了。そしてリーグ制覇やりました、1年目で優勝、ユースたちも大いに貢献したね。いやー最後自力で掴み取ったっていうのがまたいいね。さあちょっとキャプテンはね普段から変えてないんで、俺が全然名前読み上げないやつになっちゃってるけど、優勝おめでとう。さあやったぜマジで、来季から3部だ。さあもう試合的には完全に圧倒、完全なる実力差があったよね。で成績がウートン4ゴール、まあそれはいいんだ、肝心なのはアシストがユースについているかどうか。さあゴメスいいね、評価点 7.9 で2アシスト、いやマジいいドリブルもあったしね、ドリブル14でパーセンテージ100、これはかなり頑張ったね。さあジョーダン今日はあんまり目立てず、評価も 7.2 と、まあ、今回に関してはちょっとウートンに食われてしまった感じだね。それせ 7.9、 いやー相変わらずこのドリブル回数と成功率がえぐい。でディフェンスもまあまあ頑張ったよ。さあカストロ 6.7 結構頑張ったね。さあというわけで4部優勝、これでリーグ初年度は完結と。さあ各選手がねどれだけの結果を出してくれたのか、ここは次回見ていきたいと思います。ぜひ皆さんチャンネル登録高評価でストックポートの後押しをお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。